My heart's been ripped wide open. So many. こんにちは、南里穂です。今日はデイ&ナイトメイクアップに挑戦してみました。それではスタート。はい、まず下地は最近私がハマっておりますディオールの下地ですね。これ本当にとってもいいです。最近デイリーメイクでもこればっかりかな。必ずスポンジ使う前は精製水でなるべくスポンジに水を含まして密着度アップするようにしてあげてください。で次、私が購入品でも紹介してた今日はシャネルのクッションファンデを使ってみてます。これはねめちゃくちゃいいです。あのディオールとちょっと似た感じかな。ディオールと似た感じで、まあ薄付きなんだけどツヤ感がもうちょっとこっちの方がある気がします。だからちょっとツヤ肌が好きな方おすすめです。クッションファンデーションの後に塗っちゃったんですけど、シャネルのハイライト仕込み忘れたのでクッションファンデーションの後に塗ってます。でも全然クッションファンデの後に塗ってもいいので、本当は私は下地の時点で仕込むんですけど、ちょっと今回忘れててクッションファンデーションの後に仕込んでます。でまずシェーディングですね。マストです。シェーディングはデフォルトですね。で次はディオールのパウダーとシャネルのインテンスを使ってアイメイクをしていきます。まあ、こんな感じでアイホール全体に広げていって濃い色で二重幅に塗っていくっていう私のいつものメイク方法ですね。これはインテンスはね捨て色がないので濃いメイクにしたい時も使えるし、デイリーメイクの時にも使えるので結構私はお気に入りです。でシャネルのアイライナーです。ちょっとだけ目尻伸ばす程度かな。あんまり長く引いてません。でビューラーをライターで温めたらしっかりとまつげは上げていきます。ホットビューラーもいいんですけど、こうやってビューラーにライターで温めてやるだけで持続力が違うのでマストですね、これも。で、マスカラ下地ラッシュフィクサーを塗ってからミルクタッチの今日はブラウンにしました。ブラウン塗ってます。これはねもうね文句なしにセパレートで伸びてくれるのでおすすめです。このマスカラは本当に。で眉毛を描いていきます。いつもの美声でちょっとピンク色を混ぜてますね。ブラウンとピンク系の色味を混ぜてます。で穴がちょっと開いてるところをマックのアイブロウで埋めていってます。で次、これゲットしたんですよ、やっとマックの一番白いコンシーラーですね。どこに行っても売り切れというメイクさんのかなこさんが海外から仕入れてくれました。とっても嬉しくてイエーイゲットしたぞーって言ってますこれ。でちょっと涙袋にあのラメをちょっとだけ足しました。インテンスの一番上のカラーで。でアンダーラインですね。マックのものを使ってアンダーラインを引いていってます。一番濃いブラウンで。でその後マックのアイブロウでちょっとだけ涙袋なぞってます。はい、次アイブロウのフィクサーですね。これでちょっと眉毛を立たせて大人っぽい感じの女優さん風に仕上げていってます。で次マスカラ、下マスカラですね。さっきと同じものを使って下マスカラもバッチリ塗っていきます。こんな感じで。で唇を油分を拭き取ってマックでなぞってからコンシーラー、キャンメイクのコンシーラーで口角を上げてます。口角消して口角が上がるように。で先にシェーディングですね。鼻の忘れてたので鼻のシェーディングをしてます。でハイライトです。これもかなりのお気に入りですね。これ単色で欲しいぐらいめちゃくちゃお気に入りです。
ディオールのパレット、まあでもね、全部捨て色がないのでこれも使えるんですけどね、チークとかにも使えるし。で、チークはドルガバとディオールの単色のアイパレットなんですけど、これを混ぜていきます。これが最近私のお気に入りの塗り方ですね。ちょっとコーラルチークっぽくなるのかな。で、リップですね。ディオールのリップオイル、最近お気に入りですこれ。はい、これは昼のメイクですね。こんな感じです。いかがでしょうか。まあちょっとナチュラルでもありつつしっかり仕込んでますけど、次は夜になります。夜のメイク、ちょっと濃さを足していきます。目元にさっきよりもうちょっと濃い感じ。次はスックのピンク色のシャドウで目尻を塗っていきます。こんな感じ、グラデーションですね。これ最近ハマってるんでしょ、めちゃくちゃ可愛い。で、アンダーラインにもピンクの色味を入れていきます。で、もうちょっと濃くアンダーライン入れていきます。これはピンクじゃなくて濃い色で、濃いブラウンで入れていってます。で、マスカラもちょっと足します。まあ、夜なのでね、しっかり目力アップということで。で、チークもちょっとだけ足します。で、ちょっとディオールのパウダーで全体的にツヤ感を抑えます。これ結構いいですよ、よれないし昼にしてもいい感じです。マスクよれがしないって感じですね。で、ちょっとティッシュオフして、またさっきのキャンメイクで口角をちょっと消します。バビーブラウンのリップですね。これはちょっとオレンジ系かな。こんな感じで夜のメイクアップはできました。じゃじゃーん。ちょっと雰囲気変わったの分かります。ポイントはアイメイクかな。夜のメイクはアイメイクをこうやって強めにして、でピンクもポイントです。はい、ってことで今日はデイ&ナイトメイクに挑戦してみました。この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。